馬高山古墳は愛媛県四国中央四金星町下分にある古墳。形状は長方形墳。国の史跡に指定されている。長方形墳としては四国地方で最大規模の古墳で7世紀前半頃の築造と推定される。愛媛県東部、馬平野東部を2分する金星側の東岸の丘陵先端部に築造された大型長方形墳である。 一分級に石室の古墳であり、西石室はメス塚、東石室はオス塚と称され、かつては古墳全体をして、伊予の石部隊とも称された。2003年度以降に発掘調査が実施されている。墳形は長方形で、東西約70メートル、南北46メートルを測る。長方形墳としては、四国地方で最大規模であり、全国的にも、 有数の規模になる。墳丘の南側、北側には幅5メートル、深さ2メートルの集合が巡らされるほか、西側では平坦造成面が認められる。主体部の埋葬施設は2基の横穴式石室で、西、東に1号石室、2号石室が並び、いずれも南方向に開港する。いずれも、結晶変換の巨石が使用された大型石室で、あるが、 一号石室は良好に依存する一方、二号石室は半埋没状態にある。そのうち二号石室は全長14.3メートル、現室高さ3.8メートルを測り、四国地方では最大級の規模になる。石室内の詳細な調査は実施されていないが、副葬品として一号石室内から、近道館、玉髄まがたま、末木等の湿度が伝わる。 この馬高山古墳は古墳時代終末期の7世紀前半頃の築造と推定される。馬地方では本古墳の築造を最後として大規模古墳の築造を終える。本古墳は当時としては全国的にも大規模な古墳であり、当該時期における紀内山東県と馬地方との関係が注目されるほか、古墳時代後期終末期に四国地方東部に分布する一墳級に石室の 古墳の代表例としても重要視される古墳になる。古墳域は2011年に国の史跡に指定されている。1号石室開口部2号石室主体部の埋葬施設としては2基の横穴式石室が構築されており、いずれも南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材には中央構造線外帯で算出する結晶変換が使用される。 石材の重量は両石室を合わせると数百トンにも及び、それらが遠隔地から搬入されたことを示す。両石室が平行する点、両石室の床面の標高が同じである点から、古墳築造,造当初から1号石室、2号石室の2基の構築が起訴されたとみられる。1号石質は1893年に回避されており、近藤間、玉髄間が すえ等が出土したと伝わる。ありがとうございます。